はい、どうもこんにちは、タッカキューチです。さあ今日はですね、久々に、質問箱から届いた質問の動画を作っていきたいと思います。こちら、どどん。毎週ブローチ、アンク確定の霊廟をクリアして1年間ピラミッドに通いましたが、一つも理論値アクセが作れません。どうやってたくさんのブローチ、アンクを手に入れたらいいですか？もうこれはね、まあ僕らもそうでしたけど、結構長いこと通いましたよ。もう日曜日、ね、必ず日曜日の朝一に、ピラミッド前、まあいわゆるサーバー1のピラミッド前で、もう募集に乗って、もう募集に乗れなかった、その週はね、もうかなりブルーでしたけどね。わあ、どうしよう、サポできねえぜ、どうしよう、っていうような嘆きながら、泣く泣く諦めた時期もありましたけど、結構時間かかりましたよ。まあね、今日は、そういったピラミッド動画を作りたいと思います。ピラミッドに通わなくても、ね、今なんか結構アンクのとかブローチが手に入る場所って増えてるみたいで、まあ、ちょっと通り回りになるかもしれないけど、もう二度とちょっとピラミッド行きたくないよ、もう嫌だよって言ってる方はね、まあ、こういったところでアンク、ブローチをね、手に入れてみてはいかがでしょうかっていう動画をね、ちょっと作っていこうかなと思ってます。はい。まずその前にですね、何ブローチ、アンクっていう感じなんですけども、まあ、一種の、まあ、装備なんです。胸アクセといわゆる一部分の装備なんですけども、これだけだよね。アンクって、胸アクセってアンクだけだもんね。まあ、これでね、これをつけてね、アンクとかブローチつけてね、ヒットポイント上がったり、攻撃力上がったりね、回復魔力とか重さとかね、上がったりね、すごい世界だけどね、リアルだったらね。まあ、そのアンクなんですけども、まあ、一気に作ろうとしても、ちょっとしんどいよね。うん。まあ、なので、アンク、僕の場合だと、まあ、出たアンクを次々合成していって、まあ、どんどん作ってったって感じですかね。まあ、その中でバステタのアンク。まあ、唯一ね、僕ね、これ、ドン。できてないんすよ。あ、イシスのアンクもできてないのかな？あ、イシスのアンクはできてるね。うん。そう、バステと、ね、伝承すら捨てないっていうね。うん。このアンクなんですけども、まあ、バステタのアンクをね、砕いて、まあ、砕いて破片にして、その破片を貯めて、欲しいアンクに変えてったっていう形にしてきましたね。まあ、なので他に、セト、セルケト、イシス、オシリスのアンク。まあ、ブローチもそうなんですけどね。特に、アヌビスとセトなんかはすっごいその当時ヒットポイントを上げることが、正義。ね、攻撃力上げることが正義って思われてたので、まあ、特にこの二つを集中的に作ってきましたね。で、あと僕、パラディーもやるんで、ついでにオシリスのアンクも欲しかったので、まあ、重さもね、完成しつつ、両方やりましたね。うん。まあ、なので、優先順位としては、まあ、アヌビス、ね、セトのアンクさえ作っていけば、一応まあね、アストルティアをね、優雅に過ごせるって感じですかね。あとは、職によって、まあ、回復魔力、イシスのアンクね。それだっけな、賢者がサソリの場合って回復寄りの賢者なので、まあ回復魔力が足らないということなので、ベホマナの回復量を上げるためにイシスのアンクを装備したりとかってありますよね。あとはモンスターにね、つけて、まあもうすぐバトルロードのイベントをやりますのでね、モンスターにつけるアンクも完成させないといけないということで、で、あとは魔法使いとか、まあ、最近あとは魔剣士か、攻撃魔力依存の攻撃が増えるってことで、まあ、セルケドのアンクもかなりね、重要視されておりますよね。うん。で、オシリスもパラディをやるとか、バトルロードのイベントが始まるので、例えば壁役にオシリスのアンクだとか、まあ、それでもヒットポイント上げた方がいいのかな。うん。で、特にバステトのアンク、これ高木ちゃんいるんですか？いや、いるんですよね。うん。おしゃれをね、バカにしちゃいけない。うん。特に、モーモンとか、あとはね、スーパースター、もしくは旅芸人でやるときに、ハッスルダンスとか、ベストスマイルをやるときに、おしゃれさ依存の、こう、特技となっております。うん。なので、あと、モーモンもそうだよね。おしゃれさ依存で回復量が上がるっていうことなので、ね、おしゃれを上げるためにバステトのアンクが必要っていうことで、僕も急遽ね、モーモンね、ちょっと作って、ね、バステトのアンクを作りました。うん。なので、アンク、ま、すべてね、どれもね、使うアンクだと思うんですが、まあ、その中で一番ね、先に作った方がいいっていうのが、まあ、セトとアヌビスですかね、ヒットポイントと攻撃力。まあ、これを作っとけばいいとは思います。はい。では、早速、じゃあ、アンクって、どこで手に入れるの？主に。っていうことなんですけども、はい、こちら、偽りのね、世界のピラミッド
で、まあ、作ってますよね。まあ、昔ね、日曜日の朝6時とともに、サーバー1のね、この場所にわらわら人が集まってきて、ね、もう、そらもすごい募集がありましたよ。特に当時だと、ね、戦士、旅芸が結構好まれてたんだよね。戦士、旅芸、あとは、武道家もあったかな。ね、特に戦士が一番ね、やっぱ親愛爆抱きも強かったし、斧無双で、オラオラって言って、まあ、斧無双をね、して、ね、敵をどんどんなぎ倒すってイメージでしたけど、まあ、特に今なんかどうなんだろうね。簡単だろうね。いや、でも寂しくなりましたよね。さっきサーバー1へ行ったらもう誰一人いない。うん。誰一人もいない。うん。で、今なんかすごい簡単らしいですね。もう、で、ピラミッドの詳細なんですけども、この丸っこいのと、ね、変な形のね、バンクが横についてると思うんですけども、これが確定の場所ではね、必ずブローチがもらえるのと、確定で、アンクがここでもらえるっていうのが、このマークがついてるところで、じゃあそれ以外取れないんですかって、いや取れるんだけど、もしかしたら破片の可能性もあるっていうようにランダム性があるんだよね。うん。うわぁ、5なんて特に懐かしいよね。じゃあまあとりあえず行ってみるか。ね。今行ったらどうなんだろうね。まあ、あっという間だろうけども、一応構成としては、こんな感じ。魔剣士さんに、天地雷鳴士っていうことでやっていきましょう。はい、ってことで早速やっていきましょう。まあ、でも今だったら魔剣士の火力ご利用しで、めちゃくちゃ簡単っぽそうだけどね。懐かしいですね。もう、当時ね、初めてピラミッドへ行く時って、まあ今もそうだと思うんだけど、確定なんだよね。ブローチ、アンクね、確定でもらえるんだよね。まあ、それを利用して、金策とかもすごい流行ってました。ね、初めてなんです。ブローチ確定なので、誰か買いませんかと。ね、売りますよって、売りますとか言ってね、流行ってましたよね、昔。まあ、それをね、ちょっと利用してね、さっきもありましたけどね、私、初めてなんです。ブローチ、確定の場所ありますよ。どちらのサウ行きたいですかとか言って、選んで、で、結局は初めてじゃ実はなかったと。で、行ったら、あれ、コケロなんだけど、これどういうことって、テヒペロ勘違いでしたとか言ってね、まあ、詐欺も流行ってたんですけどね、だいたい高くて、一人20万ゴールド。なので、3人集めれば60万ゴールド。でも、当時の、ね、金額だったら、今の金額したら200万ですからね、20万、約ね、まあ約ですけどね。なのね、結構な金額だと思うんですよね。それをね、毎週日曜日ね、まあ、日曜日じゃないか、新しいキャラを、ね、どんどん作ってって、ね、うおー、もう終わったの？ママノムの群れをやっつけた一歩は、こんな早いんだね。しかも何もやってないっていうね。高吉ポケット話してる間に終わってしまったっていう。な、簡単。はい、ってことで、棺の中をあげましょう。はい、これで、アンクが、確定場所からなので、黄金の意表を手に入れた。あ、そうだね。黄金のアンク、これ、ハテナなんだね。こんなね、詐欺が往来してた、このピラミッドですね。もう今はね、サーバー位置はすごいで、ガーラーンとして寂しいね、状態になってます。かつて、この交換用ジョン君ね、ちょっと気持ち悪いよね、ミイラ男でね。だけどね、かつては、この辺の周りにね、わらわらと、ね、人が集まってたというね、大人気だったよね、ジョーンズ君ね。俺ら、バステとナンク交換しろ、いらねえんだよとか言ってね。じゃあ違うか。で、弥生さんに交換して、あ、これ何別でもらえるんだね。すごい。瀬戸のアンク、もうこれめちゃくちゃ嬉しかった。昔だったら、かけらにしときましょうかね。まあ、っていうように、まあね、アンク入手先、もちろん他のね、層行って、現物がもらえる可能性があるので、全部行ってくださいね。ただ逆に言えば、もう確定場所だけでもいいかもしれないですけどね。もう僕はちょっとかけらばっかね、集まって、もう僕な、もう泣きそうですよっていう方は、確定場所行って、確定だけどもらって、まあ、ゆっくり作ってってもいいんですけど、で、特に破片なんかは、じゃあ破片なんかいらないものなんですか？そんなことない。実はですね、この破片、エリーナの城下町、アクセサリー屋、ミーネさんに話してもらえれば、この破片を、現物に交換していただきます。
ブローチだと30個必要。ね、アンクラと50個必要なんですけども、まあかなりね、気が遠くなるほどね、かけら必要なんですけども、あれ、高木ちゃん、じゃあブローチとアンクどう違うんですかって、簡単に言えば、ブローチの上位のアクセがアンクとなっております。まあなので、こちらのブローチを完成させてから、さらに、このアンクに伝承して、またさらにこのアンクを完成させないといけないっていうね、はぁ、まあ、鬼畜仕様になっておりますけどね、はい。まあね、違うよ。違うよ。運営さんは、なかなか、ね、なかなか完成させない理由があるんですって、ね。それは、みんなに、ね、ピラミッドを長らく、いや、ピラミッドだけじゃない、ね。ドラゴンクエスト10っていうゲームをね、長らくね、遊んでいただきたいために、ね、もう一回遊べるドンということで、まあね、このね、ちょっとね、遠回りなね、遠回りじゃないけどね、楽しいね、システムを作っていただいたんですけども、まあただね、ピラミッドって、1週間に1回しか行けないんです。うん。なので、1週間に1回行って、はぁ、バステトのアンクだった、ショック、確定場所でバステトのアンク、木が見えるよね、だとか、破片ばっかだった、というね、苦い思いをしたそこの君。な。実は、ピラミッド以外でも、アンクを手に入れる場所っていうのが数箇所あります。はい。もちろん、一回しか手に入れれない場所もあるし、何回もね、取れる場所っていうのがございます。まあ、それをね、ちょっとご紹介していこうかなと思います。はい、一個目、こちら、ナスガルド。このコンテンツね、1ヶ月で2回、更新されるコンテンツなんですけども、1日、15日に更新されます。で、中身はこんな感じになっております。報酬が、ドン。はい。妖精の霊薬、金の錬金石、福引券、ね。黄金のアンクの箱3個。ね。3個。確定場所。毎週、週1のね、ピラミッド。1個確定じゃんね。これ、3個もらえるんですよ。まあ、毎回必ずアンクの箱ね、あるっていうわけではないんですけど、結構高確率でアンクの箱が出てくるんで、必ずやってください。まあ、こちらの内容はというと、第1幕、第2幕、第3幕、第4幕、最終幕と書いてありますけど、それぞれ、敵が出てきます。まあ、どのモンスターかわかりません。まあ、今までね、ストーリーに絡んだ敵が、もしくはコインボスだとかね、そういった内容のボスが出てきますので、まあ、そちらね、第1幕、第2幕、全部倒したら第最終幕の、ね、龍が石までもらえますよ。敵を倒した幕までの報酬がもらえますので、こちらしっかりね、毎月2回ナスガルドやってください。はい、次にですね、こちらアスフェルド学園。アスフェルド学園に通うと、交渉というね、アイテムが、交換アイテムがもらえるのかな。それを集めることによって、はい。グランゼドーラ駅の交換屋っていうところがございます。まあ、グランゼドーラのね、地下にあるんですけども、この交換屋プランセに、話すと、はい、アスフェルト交渉とかで、その交渉で、アイテムが、各アイテムが交換できます。はい、こちら、アスフェルト交渉で、黄金のブローチの箱と、黄金のアンクの箱が交換できます。なので、まあでも、交渉を使って交換するアイテムっていうのが、結構人気なのが、この戦士の箱とか、これ、錬金石だよね。特に人気なのが、錬金石と交換するのがすごく流行ってるんですよね。うん。まあなので、アスフェルト交渉を使って、じゃあこれらを交換するのは、おすすめかって言ったら、ちょっとおすすめじゃない。やっぱり、入手先っていうのが、錬金石とかの方が入手しにくいので、どっちかというと、錬金石に交換したり、こちらね、ベルトにね、交換した方が得なのかなと思っております。他にね、アクセサリーね、いろいろあるんですけども、この色がついたやつは1回しか交換できないのかな？うん。ただね、いやー僕はもうほんときついんですよ。もうピラミッドの中にも入りたくもないんですよっていう方は、まあ交換してもいいんですけども、ただ金の錬金石とかに交換した方がお得です。うん。で、アスファルト交渉ね、もらえる数も決まっております。うん。もらえる数もね。
1回につきね、学園をクリアした時に。なので、まあ、考えて使った方がいいとは思うんですけども、クリアした後に、じゃあ入手方法はもうないのかというと、アスファルト交渉、もらえます。もらえます。うん。ただし、それも1ヶ月に1回しか、もらえるチャンスはございませんので、その1ヶ月に1回のチャンスを、この、錬金石とかではなく、アンクにするの、アンクブローチに交換するのは、ちょっとおすすめはしにくいかな、とは思うんですけども、ね、アンク、ブローチ、何回も交換はできるので、もうアンク作りにね、使えた方はね、全然これは、交換してもらってもいいと思います。はい、次に、はい、こちらですね、バトルロードでございます。モンスター格闘場。景品交換所、マディアさんからね、交換していただけます。これね、ドン。はい、黄金のアンクの箱、3万枚。結構するよね、3万枚って。うん。まあ、何回も交換可能なので、割とね、先ほどの学園よりは、おすすめ度は高いです。こちらで交換した方が。うん。まあ、ただね、もっと必要なのがね、これは、エンブレムだね。絆のエンブレム。まあ、これはね、別の動画で紹介してあるんでね、良ければそちらの動画を見てほしいんですけども、この絆のエンブレムの装備をよりアンクがおすすめかって言ったらそうでもないけど、まあ、これをね、まずね、完成させた後に、さらにどうしよう交換物がないよっていう方はアンクの箱を、おすすめします。まあ、割とね、これは作りやすいと思うので、すぐにできると思うので、まあ余ったらね、バトルロードでね、チケット余ってるよ、僕ガンガン行ってね、コインめちゃくちゃ溜まってるよという方は、ただアンクも欲しいしという方は、これをおすすめします。割とおすすめですよ、これ交換するの。うん。まあハッピーハートもね、交換可能になったのでね、100枚だね。おや、あ、今のね、100枚になったね。うん。まあなので、ハッピーハートも足りない方は、すごい悩ましいけどね、黄金のハンクの箱を買えるのが。はい、次にね、交換員ピッチョくん。まあ、こいつではないんですけども、魚、ね、魚を釣ってコインを稼ぐと、こちら、交換員とアイテムを交換できます。いろんなものがあるんですけども、ただピッチョくんには、ブローチ、アンクラは一切ございません。じゃあどうして紹介したんですか、高木ちゃんって。実はですね、たまにですね、期間限定の交換屋がここにポツンと出てくるんですよ。名前ちょっと忘れちゃったけど、そいつに、確かブローチとアンクを交換できるっていうものがありました。うん。なので、まあ、期間限定やって、まあ、運営のね、ちょっと気分次第で出てくるんですけども、違うか。うん。まあ、その交換をするために、お魚コインをね、貯めといてはいかがでしょうか。絶対損はないのでね、期間限定で、ね、交換できるものがいっぱいあるので、うん。かなりね、品揃えは豊富だと思うんですよ。うん。なので、ね、普段からね、ちょっと、もうピラミッド行くの疲れた、どうしよう、じゃあ釣りやろうということで、釣りをやって、コインを稼いでみてはいかがでしょうか。はい、最後に、一番のおすすめはここ。不思議な的。このね、交換やクックルンから交換できます。はい。ドン。黄金のブローチの箱。ここブローチになっちゃうんですけども。しかも、金のね、フェザーチップが必要なんですけども。他にね、まあ、交換するものって言ったら、まあ、アクセサリーなんかはコインボスで戦えばいいし、まあ、ここで欲しいのが、まあ、メダルのガマ口だとか、メダルチケット20枚だと思うんですよね。でも、やっぱりアンク完成してない方って、こちらを優先した方がいいと思います。ブローチの箱。うん。まあ、ブローチの箱なんでアンク関係ないじゃないですか。まあ、ただブローチをもらって砕いて、それをかけらをアンクにするっていう形にやっていくと、割とね、アンクがね、完成させやすいと思うので、こちらを使って、ね、ブローチと交換してみてはいかがでしょうか。まあ、今まで紹介した中で一番、もったいなくない交換はここだと思うんですよね。的をね、交換だと思うんですよね。モンスター狩りね、そうじゃないと手に入れないアクセも中にはありますが、まあそれって他のどこでもね、手に入れれるんですよ。うん、例えば宝箱の中に入ってたりとかともあるんで、まあアクセ、ブローチでひいひい苦しんでる方は、ぜひこちらの的をね、ご利用ください。
はい、今日はですね、ピラミッドに金はないでもアンクブローチをね入手できるよっていう動画でした。まあもちろんその今紹介した中でアンクブローチを完成させるのって結構ほど遠いんですよ。まあなのでピラミッドね、全然僕はピラミッド苦じゃないですよ。だけど早くアンク完成させたいよという方は、まあピラミッドプラス、今のね紹介したやつをやるだとか、例えばもう最低限で僕は済ましたいんです、ピラミッドなんか行きたくないんですよという方は、確定でね出るブローチアンクの場所だけやって、あとは不思議の的をね、お魚コイン貯めて、あとバトルロードやって、まあっていうようにやってみてはいかがでしょうか。これ以外で別に入手先方法ってもっともっとあります。まあ、季節ね、イベントだとか、まあ、季節だけじゃなくても他にイベントの度に結構アンク、ブローチの箱がね、もらえたりするね、コンテンツも出てきますので、まあ、そちらにね、積極的にね、参加してみてはいかがでしょうか?っていうことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。